こんにちはフフィーフィーです経済状況が悪すぎて韓国メディアが日本企業の資産の現金化だけは絶対しちゃいけないともう一斉にかきたてていますもう相当経済に余裕がないんでしょうね韓国で新政権がスタートして3か月ほどが経ちますが韓国国民の反日感情が邪魔してもう何もかもうまくいきません 今は経済を立て直すことが重要で反日なんてやっている場合ではないんですよね反日を続けていれば日本から一向に経済支援を受けられないままになってしまうんですまず日本が日韓首脳会談の開催の条件にしているのが徴用工問題の解決なんです え韓国の最高裁が日本企業の資産の差し押さえを命じて今まさにその資産の現金化の手続きが進められているんですね。えまずは韓国がこじらせたこの問題を韓国側が解決しない限り日本政府は韓国との話し合いには応じないと何度も韓国に伝えています。 まあこれそうは言いつつ日本政府は結局韓国に押されて首脳会談をしちゃうんじゃないのとか、また経済支援もしちゃうんじゃないかなんて心配になりましたよね。これまでもずっと韓国には甘々の日本政府でしたから。ただ随分とこの数年あたりから日本政府の姿勢は強いんですね。 日本側のこの条件をクリアしない限り一貫して韓国との話し合いには応じないという姿勢なんです。ただこれ、これまで日韓の歴史問題をこじらせたのは前のムン・ジェイン政権なんですね。今のユン・ソン・ョル政権はその尻拭いをさせられているわけです。 これを解決するのも本当に簡単ではありませんもう何と言ってもこの日本企業の資産の現金化という判決を最高裁が出してしまったわけです最高裁の判決を覆すことはできないんですねこの判決だって当時裁判所がムン・ジェイン政権への忖度で、まあ、こんなありえない判決を出したなんてことも言われています ただ、ユン・ソン・ヨル政権は、この問題を解決しない限り、日本との話し合いができません。だから必死なんです。もう必死で韓国の原告側が納得するような方法を提案するも、原告側は日本側からの謝罪がなきゃ絶対に折れないの。一点張りなんです。しかも、反日どっぷりの韓国社会では、こうした原告側の姿が、日本に毅然として立ち向かうヒーローのように見えるわけです。 でも、この問題は、そもそも韓国のデタラメな歴史がベースにあるんですよね。日本側が謝罪する必要はないし、あともう1965年の日韓請求権協定で解決済みの問題なんですね。あの時、韓国政府が、あとは韓国の原告に、日本からのお金も我々が渡すので大丈夫ですなんてことを言っていたのに、それを支払わなかったのは韓国政府なんです。 だからこの問題は今や韓国国内の問題なんです。ちなみに日本が日韓請求権協定で支払ったお金は韓国への経済支援です。そして原告に対するお金についても賠償金という意味ではありません。というのも朝鮮半島からの労働者が強制労働させられていたという事実がないからなんです。 ただ、当時は戦時中であって、一部の給料の未払いが発生していたのも事実なので、そこで日本側に請求するなら、まあわかります。つまり、日韓請求権協定では、その分の未払い分などのお金が日本政府によって支払われたと思った方が正しいです。 ちなみにこの頃は本当に戦時中の混乱の中で大変だったので給料の支払いが遅れるということは何も朝鮮半島の労働者にだけあったのではありません。で、この徴用工問題なんですが韓国政府は解決に向けて話し合うために何度もこれまで会合を開いているんですね。で、韓国政府は今月19日までに 韓国の最高裁で日本企業の資産の現金化の命令が確定する可能性があることもあってもうかなり焦っているんですね。まあ、そんなことがあれば日本から制裁されてしまいますので,で。韓国政府はもうとにかく解決策の取りまとめを急ぐ考えだとしています。ただつい最近行われた3回目のえ韓国政府との会合には韓国の原告側は不参加だったんですね。 彼らは韓国政府が日本抜きで問題解決を推し進めていることが気に入らないんです。日本側が謝罪するまではこの問題を解決させない姿勢なんですね。でも、このまま現金化が行われれば、日本は韓国への報復措置を取る可能性もあるわけです。 こんな経済が悪い時に日本からの経済支援を受けられないだけではなくて日本から経済制裁まで受ければ韓国の経済は潰れてしまいますこれまで韓国政府は政府が日本企業の賠償を肩代わりしたり日韓の企業や個人による寄付で基金を作って賠償に充てたりする案を出していたんですが 原告側には、ま、こうした案がすべて突っぱねられてきました。え、金からのお金であってもいいけど、ま、とにかく日本からの謝罪がなければ嫌だよと原告側は言い張っているんですね。 えただ韓国の専門家や経済界などはこの問題についてもう現金化しちゃまずいもうそれだけは望ましくないとそういった意見で一致しているんですねただ韓国の社会は感情論に流される人が多いですからしかも散々これまで反日が人々にすり込まれているのでこうした妥協案を受け入れるような風潮にはないんです そして、調子に乗った原告側は、日本に謝罪をさせろと騒いでいるわけですね。8月の11日、原告側の支援団体が記者会見を開いて、韓国の最高裁に対して、日本企業の資産の売却命令を確定する最終判断をすぐにでも出すように求めたんです。もう韓国政府は、日韓関係をこれ以上悪化させたくないと、もう必死に、 現金化をさせないいいように動いているんですけどねもうつい最近も最高裁に日本企業の資産の売却を延期するように韓国政府から意見書まで出していましたえ韓国の徴用工の支援団体からしてみればこうした韓国政府の動きが日本への弱腰姿勢に見えるんでしょう被害者の手足を縛る国家暴力だと猛反発をしているんですもう反日バリバリリの韓国では 彼らは国家権力と戦うヒーローとして持ち上げられていますから、もうここまでの行動に出て大騒ぎをしているわけです。韓国経済がどうなろうとお構いなしなんです。ただ、日頃日韓関係の進捗を追っている韓国メディアは、こうした原告側の動きが韓国経済の立て直しの妨げになっていることをよく知っています。 韓国の大手の経済資産誌は揃って日本企業の資産の現金化は進めるべきではないという社説を掲載しているんですね。もう経済に余裕がないですから。まあ、ただ馬の耳に念仏といったところでしょう。まあ、こうした冷静な意見や分析も反日で狂ってしまった韓国の人々には響かないんです。聞く耳さえ持ちません。 ただ、日本としては、日本に経済を助けてくれ、で一方で、反日の振る舞いなんて許されません。日本政府にはこのまま無視を貫いてほしいと思います。ちなみに、この韓国社会を支配する反日の呪縛は、慰安婦問題でもこじれているんです。ユン・ソン・ヨル政権は、もうこの問題でも騒いでほしくないんですよね。 この慰安婦問題ももう解決済みのことだし、そもそも慰安婦が強制連行された事実なんていうことはないということが証明済みなんです。アメリカの歴史学者だけではなくて、韓国の学者もそれを何度も主張しているので、もうこちらも韓国の多くの人々にはなかなか受け入れてもらえないんです。 えしかも慰安婦支援団体は自分たちがおかしな主張で日本に言いがかりをつけていることも知っているのにこれを利用して日本を責めたいから断るごとに大騒ぎをすするわけですえこの前アメリカのペロシ下院議長が韓国に来た時も元慰安婦と名乗るおばあさんが 国会まで押しかけて、ペロスさんに合わせろと騒いで、警備に制止されて、ひっくり返って、怪我したしてないと、まあ、一文着あったんですよね。もうこれも、ムンジェイン政権がこうした団体をこれまで反日に利用するために、特別扱いしてきたからなんです。このおばあさんは、トランプ前大統領が韓国に来た時は、合わせてもらっていますからね。しかも、トランプさんに抱きついてもいました。 まあだから慰安婦支援団体からしたらユン・ソンニョル政権は元慰安婦に冷たい冷酷だということになるのでしょう。え韓国は8月の14日国の記念日に制定されている慰安婦の日なんですね。えユン・ソンニョル政権は今は元慰安婦のケアをしてきた政府の女性家族賞の廃止に向けた検討を始めているんですがこれに対して慰安婦支援団体が反発しているんです。 この記念日、ムン・ジェイン政権の時は政府が特別なセレモニーもしていて、そこでムン大統領も演説をしていたといいますが、今年はユン・ソンニョル政権のこの女性家族賞の人間がビデオメッセージだけを送る予定とのことです。まあ、こうした対応について野党である共に民主党の議員が、ユン・ソンニョル政権は元慰安婦に冷たすぎると批判もしているといいます。散々反日をしておいて、 それによって韓国経済をどん底に突き落とした共に民主党がどの口で言いますかと思いますよね。まあ、とにかく、ユン・ソンニョル政権は韓国の国民感情と、そして日本政府の間で板挟みの状態で身動きが取れない状態にあります。 まあこのまま何の解決もできなければ日本企業の一部現金化が近く行われる可能性もあってその時には韓国に対して日本から数々の報復措置が行われるだろうと言われているんですね、まあ、日本政府も制裁を発動するのが遅いくらいですよねこれ見方を変えれば日本にとっては韓国の現金化はチャンスなんです。 今こそ韓国に大胆な制裁ができるんですよね。今までやりたい放題してきた韓国を黙らせる必要があります。さて、ここまでお話ししてきましたが、皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せください。そして、フィーフィーチャンネルの登録もお願いします。